とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、タワー5周、回っていこうと思います。今日は、いいのが出るでしょうか。まあ、これはあるあるなんだけども、撮影中は、出にくい。これだよね。まあ、出るときは2個ぐらいなんかね、出たこともあるよ。でも基本的に撮影以外の方が俺は出る気がする。うん、もうなんだろうね、撮影で気合い入れてやってる時よりももう疲れてね、あーなんとなーくやってる時の方が出る、間違いない。今日はまだ元気があるから出ない気もするよ。でもまあ一応5周回ろう。これ、真ん中もしや、これユニークだな。あ、違う、ユニークじゃなかった。幸運をつけるとね、このノーマルのやつがユニークになるっていう不具合が、まだ修正されてないんだけども、あれは早めにね、修正来てほしいところだよね。なんか幸運つけてても、あまり意味がないような気がしてくるんで。うん、あれは早めになんとかしてほしいな。この2ついりません。ブロードソード。8か。8、ん ?8 にリフレッシュ、追い打ち、虚無。そう使えるやつじゃないな。ならば、もうブロードソード、これを売りましょう。最近アイテムもね、もういっぱいになってきたんで、タワー報酬は、もうほとんど売るようにしてます。もう取っておくといっぱいいっぱいになるからね。では、残り4周いってみよう。2回目登ってきました。サッと倒しちゃいましょう。もうね、何十回回ったか分かんないよ。もう何十回どころじゃないね、多分もう200回近くは回ってるんじゃないかな。いや、200は言い過ぎか。うん。でも200近くは行ってるはず。もうそれぐらい、今回のシーズン4、回りやすい。うん。厳選するなら、今結構俺チャンスだと思うけどね。まあ、シーズン5もこれぐらい楽勝かもしれないけどね。ということで、2周目!何が出るかな?お、なんだ?まあ、真ん中だけか。機械仕掛けだけだね。まず、バーストクロスボウまずいりません。プレートアーマーいりません。炎茶が全然ダメだね。どうだ?まあ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 。クールダウンショット、ロールチャージ。で、一番左に、そうね、テンポセフトでもいいし、貫通いらねえな。テンポセフトだろうね。いる?誰か。俺結構こんなのいっぱい持ってるからな。まあいいや、とりあえず、これゲットしときましょう。3周目。今回は、なんかいいのが出る気がする。あ、でも2連続、うん、まあまあまあ、ありえるありえる。いい感じの流れは来てるんじゃないですか。でもかぶったやつはいらないんだよな。もうすでに持ってるようなやつはいらないんだよな。配るためにね、結構集めてはいたんだけども、もうアイテム欄がいっぱいいっぱいになってね、もうやめた。やめた。もう本当に、アイテム欄が欲しい。500ぐらいまで増やしてほしいね。もしくはチェスト。なんだ?いや、チェーンがつくと俺嫌いなんだよな。チェーンがつくとちょっと嫌い。エンチャ自体は悪くないんだよね。クリティカル、輝き、旋風で。悪くないんだけど、チェーンはいらない。
で、スケールメールね。残り火どうだ。あー、ダメ。クールダウンはあるんだけども、帯電がついてるならもう、雷フォーカスか。が欲しかったな。あー、ダメ。エンチャが全然良くない。呪いの斧、これ売りましょうか。うん、これが一番良さそうだな。では、4周目、いきます。4周目、到着。どうでしょうね。5周いって、まあまあ1個はそこそこ。そこそこっていうか、かなりいいやつか。使えるのは出たんで、2個出ることっていうのは結構あんまないんだよな。連発して出るっていうことがないんで、そこまで期待できるかは分かんないけども、4周目見てみましょう。全然期待してないよ。全然期待してない。まあ期待してなくても出ないときは出ないね。まあまあ、でも全部ユニークだからいいや。うん、全部ノーマルあるからね。ザラにあるからね。ソウルダンサー、まあまあ、クールダウンないから、ダメでしょう。うん。もともとはね、これアーティファクトのダメージアップするんで、使いやすくはあるんだよね。まあまあ、ダメです。殺戮。確かボーガンの中で一番火力があるのはこれだよね。まあ、ハープとかはね、いっぱい出るから、火力が出るんだけども、一発一発ではこれが確か最大だったんじゃないかな。いやー、でも使えないな。使うとしても、まあクリティカルはいいにして、マルチショット欲しいね。マルチは欲しい。はい、ダメ。次。汚れ。三連射の弓も俺あんまり好きじゃないんだな。パワーか。パワー、テンポセフト、まあ、連鎖反応か、浮遊射撃、で、クリティカル。火力はそこそこ出るかなとは思うんだけどね。いらないね。うん。汚れ、これ売りましょうか。うん。これにしときましょう。では、ラスト、何が出るかな。それではラスト行ってみましょう。どうなるかな。ほい、最後なんか来てくれればいいよね。うん、5周のうち2回当たりってなかなかないよ。なかなかレアなことだと思うんだけども、どうでしょう。5周目お願いします。どうだ。おっと、おっと、いいチョイスだ。いいチョイスだよ。まずストームランダーはいらないね。うん、これはもう波のやつだわ。クリティカル、輝き、重力、まあまあ波だね。使うか使わないかって言ったら使わない。うん。次、機械化ソーブレード。壊れたソーブレードは強いの持ってんのよ。まあ、実際ね、攻撃が長いか短いかだけなんで、どっちでもいいんだけど、見た目としてはやっぱり機械化の方がかっこいいから、できればこっちが欲しい。なんだ!あー、ダイナモがない。痛みはついてるんだけどね、ダイナモがないと火力出ないね。ダメだな。まあ、衝撃波は撃てるには撃てるんだけども、いやー、やっぱダイナモよ。ダイナモがないと機械化ソーブレードは火力が出ない。ダメです。次、パープルストームどうだ?あ、ダメ。ダメやね。クールダウンショットがない。まあ、ロールチャージ、アーティファクトチャージもついてないけどね。全部いらないな。これを、打っときましょう。5周目惜しかったな。いいチョイスだった。はい、ということで今日もタワー5周やってみました。まあまあまあ1個は
いいのが出てきてくれたんで、いいでしょう。ただ俺はもういらないかな。あのシリーズはもういっぱい持ってるんで、そんな必要ではないですね。はい。まあちょっと生放送で配ったりもするかもしれない。まあうん。そういう風に今計画してるので、その時はよろしくお願いします。では、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。